どうも、じゅんです。今日もまたちょっとお話ししたいなと思います。ちょっとね、紹介なんですけど、これまたパソコン関係とは全然違う。どっちかっていうと自分がよくたまにやってる車載動画とか、なんかドライブとかそっち系のお話になるんですが、ちょっと今、グノシーを読んでたら、ダムコレクションっていう、ちょっといいのかこれ見しちゃって。ダムコレクションっていうサイトがなんかあるみたいで、これ概要欄にちょっと URL 載せておきますので、ぜひ見ていただければいいなと思うんですが、ダム好きの方って意外と多いと思うんですよ。自分もダム好きなんで、いくつか関東のダム巡りとかしたことあるんですけど、ダムの知識、こうね、ダム知識ファイルだったりとか、まあ、ダムリアルデータとか、なんかそんなのがね、ちょっと見れるみたいなんですよ。ダムの写真とかももちろん見れるんで、ダムの魅力が非常によくわかるんじゃないかなと思います。ダムなんか全然興味ないよとか、もちろんダム反対してる方もいらっしゃいますので、ちょっとね、個人的にダムが好きだっていうことでちょっとこういう話をさせてもらってますので、そこら辺、もしちょっとダム嫌いだなっていう方は本当申し訳ないんですけれども、ダムサイトっていう実はホームページが昔あったりして、ダムを専門に作られてる、ホームページ作られてる方がいて、ダムのいろんなデータが載ってるホームページが昔あったんですよ。ちょっと今最近見てないんであるかどうかちょっとわからないんですが、まあ、それとね、また似たような感じですごいなんか、興味津々な、あります?このダムとはとか、基礎から多分これを見ればダムについてちょっとわかると思うんですよ。こんな感じで。ちょっと興味湧きません?ダムについて、なんつうんですかね。自分ちょっと建築関係にいるんでこういうの好きなんですけど、多分ダム好きになる方多いんじゃないかな。ちょっとなんかあまりこう内容のないお話になっちゃうんですけど、ぜひぜひちょっとね、このダムコレクションっていうサイトを見ていただきたいな。とにかくまず見ていただきたいなと。で、興味を持った方はどんどんいろんなとこ見ていただいて、資料とか、写真もいっぱい載ってますから、見ていただければと思います。ちょっとね、このダムコレクションっていうちょっとサイトの紹介をしたくて、この動画を上げさせていただきました。すいません、なんか短く内容があんまない感じなんですけど。ちなみに、この今特別展っていうのをやってて、桜の美しいダムコレクション、ちょっと今、ダウンロード時間かかっちゃってますけど、こうね、桜、わかります?この桜。ね、これから桜が咲く季節ですからね、桜を見に行くついでに、ダムあるところに行くのもいいんじゃないかな。ついでにドライブしつつ、車載動画も撮ればいいんじゃないか。お前が撮るよって感じなんですけど、本当ダムの魅力を一度知ってしまうとですね、超楽しいんですよ、これが。昼間もいいし、夜のダムも結構、ライトアップされてるとこもある、綺麗だったりするんで、自分はちょっと埼玉県にあるダムで、建設、本当建設始めのところからできていくところをずっと見てたりもしたんで、なんかそういうのがあってダム、本当好きなんですよね。つっても知識はそんなにないですけど、黒部ダムもすごい良かったですし、とにかくちょっとね、このダムコレクションっていうサイトをぜひ見ていただければと思います。ちょっとこんな感じで終わりますが、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。こんな感じで、自然に関することだったり、ダムとか、建築関係とか、もちろんパソコン関係、ガジェット関係、そんな話もしていきたいなと思っておりますので、ちょっとでも興味ある方いらっしゃいましたら、チャンネル登録していただければと思います。ちょっと見てくださいよ、これ。わかりますかね?ちょっとあえて拡大はしないですけど、皆さん見てもらって。この桜がね、あるダム。いやー、ダムなくてもいいんじゃないかと思う人もいるでしょうけどね。ダムがあるからまたいいみたいな。ダム信者じゃないですけど、静止画とかやられる方、すごい絵になるんじゃないですかね。ダム、興味ない方もぜひこのサイトを見てください。